万里の頂上の一部半畜による城壁万里の頂上の一部河国関は中華、人民共和国間宿省河国関市に位置する万里の頂上最西部に位置する関。山海間とともに万里の頂上で要少であった。河国関は河国関市の南西6キロメートルに位置する火星回廊西よりの最も境外な地にある。そこは二つの丘に挟まれた土地で一つは河国山という。 城壁の一部は、ゴビ砂漠を横切っている。過国関は、周囲733メートルを高さ11メートルの城壁に囲まれ、内域は33,500平方メートル以上である。王道半畜で突き固めた城壁であり、西側はレンガを積み重ねてできている。東西にそれぞれ楼閣と亀城を持つ城門を備え、東を光家門、西を八わえ門という。 西門には、河国籍の変額がかかっている。関の南北は、万里の頂上と、つながり、城壁の偶角部には、矢倉が設けられている。二つの門の北側には、関の最上部に登ることができる通路がある。河国籍の防御設備は大別して、内角、外角、堀の三つとなっている。万里の頂上につながる、関の中で唯一建設当時のまま残される。 建造物である。最東端にある山海海が天下第一関と称されるのに対し、過酷関は天下第一勇敢と言われている。東西シルクロードの要衝の一つであり、周囲には、頓庫光靴のような著名な史跡が存在し、多数の漆喰壁画が見つかっている。また、ここから 7.5km 西に万里の頂上の最西端があり、 目の前は断崖絶壁となっており、眼下には内来川が流れている。伝承では過酷劇の建設工事にあたり、設計者が算出したレンガの必要数量に加え予備の1枚を準備し、建設に着手した。完成時には正確に1枚だけが余ったという。そのレンガは現在文上に残され、建設の正確性を今に伝えている。 民発の1372年に建設された後、ティムール軍に対する防衛の必要性から、赤の防備は強化された。しかしティムールは当身着手前に死去し、実際に攻撃されることはなかった。ありがとうございます。